今回紹介するのは、フィギュアスケート日本男子、グローリーオープニングという本です。今季開幕戦でのスケートカナダオータムクラシックで4回転ループを成功させたムスブゲンくん、世界初の認定を受けるも、その他のジャンプでミスを犯し、 本人は暗い表情、それでも SP1 位絶対王者として君臨するムスブゲンくんがどこまで今季に上り詰めるのかが楽しみです人類史上初の4回転ループを成功させるまでの奇跡を再確認しましたしかしあまりにもムスブゲンくん特集の本が多くて嬉しい悲鳴ですねかっこ笑い表紙が素敵、オータムクラシックの特集号です 羽生選手が世界で初めて成功した四回転ループのコマを送り連続写真が良いです。プーさんが一緒に飛んでくれてるみたいに見えて微笑しいです。かっこ笑い。新衣装はアップで見ると SPFS どもにとても綺麗で凝ったデザインだとわかります。羽生選手の歴代コスチューム特集と世界最高特典ギネス認定所需様式の写真もあります。 本のページは少なめですが、羽生選手成分たっぷりでお手頃価格だと思います。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。